フリードリヒウルリヒは、ブラウンシュバイクリューネブルク公の一人で、ボルフェンビュッテル公。ボルフェンビュッテル公ハインリヒウリウスと、デンマークノルウェー王フレゼリク2世の娘エリサベトの、長男として生まれた。30年戦争期の軍人クリスティアンは弟。フリードリヒウルリヒは、ヘルムシテット大学と中ビンゲン大学で学び、1613年に、父が死ぬと14歳で、 高領を相続した1615年、フリードリヒ・ヒウルリヒは自分を主君と認めようとしない、ブラウンシュバイク氏との戦争を引き起こした。1616 16年から1622年にかけ、フリードリヒ・ヒウルリヒは、アルコール中毒のため、おじのデンマーク・ノルウェー王クリスチャン4世の手助けを、得た母、エリサベトによって、実質的に幸くらいから退けられていた。国務は、 アントン・フォン・シュトライト・ホルストが中心になって代行していたが、シュトライト・ホルストは粗悪な金属を使って貨幣を量産し、インフレを起こして、広告を崩壊寸前に追い込んだ。国情が極めて悪化したため、クリスチャン四世は、老いのフリードリヒウルリヒを君主の座に復帰させることに決めた。国内貴族の支援を受け、フリードリヒウルリヒは支配権を回復。 シュトライトホルスト一派は広告を追い出された。しかし、フリードリヒ・ウルリヒの優柔不断な性格が災いし、30年戦争の戦火が及ぶとブラウンシュバイクは激しい略奪の対象になった。カトリック軍では、ティリー伯爵やパッペンハイム伯爵、プロテスタント軍では、フリードリヒ・ウルリヒ自身のオジクリスチャン4世や、スウェーデン王グスタフ2世やドルフがブラウンシュバイクを、 襲った。こうして、領土の大半を失った。フリードリヒ・ヒウルギヒは1614年に、ブランデンブルク戦帝国、ヨーハン・ジギスムントの娘、アンナ・ゾフィアと結婚していたが、彼女は子供を授からなかった。フリードリヒ・ヒウルギヒは、彼女と離婚しようとしたが、離婚の手続きが終わる前に亡くなり、弟のクリスティアンも1626年に、フリードリヒ・ヒウルギヒに先立って死去。 ボルフェンビュッテル系は断絶した。相続人のいなくなったボルフェンビュッテル公領とカレンベルク公領は、同族内のリューネーブルク系の公爵たちの手に渡った。ありがとうございます。